テステステステ、あれ聞こえない、あれ、あ、あ、あ、マイク、はい、皆さんこんにちは、聞こえますか、聞こえますか、見えてます、聞こえないかな、聞こえない、はい、ですですです、南部、岡山駅に南部南部だと思ってます、小さくなるとちょっとガタガタガタしてますけど、帰りはね、行きと逆だね、うん、あのね、静かじゃないですディーゼルなんで、ガーッと音が聞くでしょ、瀬戸大橋です。では今日は曇りの瀬戸大橋、あ、ここはグリーンなのでガラガラです、前は混んでますよ、土曜日なんで、すみません、数名前に乗ってますけど、あ、一番特等席取ったと、渡るっていうのがポイントだそうですよ。
台風に追いかけれながらもう逃げるような感じで、ちょっと止まりますね。はい、瀬戸大橋を渡っております。瀬戸大橋を渡っております。今貸し切り状態なんで、一番最後のね、グリーン車の一番後ろからお送りしてます。これはちょっと絵になるね。はい、というあの感じが、あの島が、その一個一個のポコポコという島に住んでるんですよね、人がね。あのお団子みたくポコ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 と、あの出てるのと、ああ、これで普通になったかな。普通になってました。では戻ってきたいと思います。もうおしまいかな。あ、まだあんの？あれ、もう終わりかと思った。はい、ではもう一回やります。まだました。あの、本州本土に到着、本土ですね。はい、こちら向こうはまだですね。こちら本土ですね。観覧車が見えます。はい、こちらが本州。はい、対岸の方に入ってきます。瀬戸大橋は89年とか5年とかそんな感じだったんです。時に船乗ってたんですよね。30周年なんですね。いや、あのね、秘書が、もう一回、あの片パン、今日より、角パンっていうのも気に入って、角パン。あ、角パンね。角パンが気に入ってしまって、もう一回、本当本気で行こうとして。全部お試しでね、いろいろ買ってみて分かんなかったんで、ね、でかい のあれがね、売り切れでした、ね、でかいのだけ買えなかったんですよ。まあ
あの石パンとか、あのなんだっけ、あの丸いやつとか、あれですね、うん、あれは生姜砂糖が入って、あ、生姜砂糖のやつと、あと穴が開いてるドーナツみたいなやつ、それはね、そばそぼろ、そばそぼろ、あ、そばボール、そばボール、そぼろとボールみたいなやつとね、あの猫2個目ずつ、角パンは塗ってないんです、砂糖、それが美味しい、角パンはシンプルなやつ、四角いやつ、食べました、あれね、香ばしい感じ、はい、今日は今あれです、そこしか買えないから通販ができないからさ、 そこが味噌なんですよね、まあでも持ちが良ければ気持ちするんだったら通販してくれてもいい、いやそこをしないんだよ、うん、おばあちゃんとお嫁さんかが分かんない、娘だか分かんないけど、はい、ね、やってましたね、あのガタンって開けるあのケースがいいよね、駄菓子屋みたいなケースが、あれがたまんないよね、大丈夫かな、見えてますかね、一日一枚、卵ボールを食べたかったでしょ、卵ボール、そんな存在知らないんだけど、卵ボール、あった、そばボールの脇、普通の、え、それ買った、それと、普通の、市販されてる、全種類買ったとか、それと、奥にありましたって、場所まで行ってそれは、何、卵ボールだからやめたの、ちょっと待って、食ってないです、全種類買ったと思った、変わりました、売り切れてない味です、食べてない、あと30分ぐらいですか、動いた、トンネルです、トンネルだらけ、動きましたか、トンネル欲しい、鼻血出すと飛んでる、すぐ飛んでる、入るからもう大丈夫かな、ダメ、まだ入る、トンネルです、長いトンネルになってますから、なかなか動きません、すぐ出っ歯を失います、瀬戸大橋から結構曇りだから逆にいい映像は見えたね、うん、ね、あと 2,3 箇所回ってきて1日延長すればよかったかな、あと4、5箇所回ってくればあと80箇所ぐらいになって、あとになってくればなくなったのに、
技なんだけど、ただ昔やったじゃんテレビですね、ペッてやってピーとか食べちゃう、あれでもそれ、そう、あそうです、ね、ああいう話じゃない、コミスやってました、ただピーとか硬くなっちゃってこう、催眠心理治療、怖いね、怖いですよね、本土に入りました、これで、通常のその範囲の内での話なので勉強したことしか言わない、知らないこと言わないから、知らないことは分かんないやつ、子供にも分かんないから教えてって言うぐらいなんで、はい、四国行ったって思ったんだけども、なんつうかな、似せない前っていうか、なんつうすごいのどかでいいな、例えばドブとかあるし、全部の県がどうかわかんないけど、神奈川は懐かしい感じがするね、80年代ぐらいの感じがしますね、思わなかった、若者がいなくて、街ずっと回ってきてね、でおばあちゃん、おばあちゃんかおじいちゃんかがみんな運転してるけども、若い人を見た、若い人はいないでしょ、若い人いなかったんだよ、でおじいちゃんおばあちゃんが運転してて、でまあ俺らぐらいが若い、若い人といえばホテルの従業員の方みたい、そうだよね、あんまりいないし、で若者一個だけ聞いた、夜のベン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 、これ土浦と一緒だった、ってことは土浦でもあんまりないのね、田舎はどういうこと、今そんな感じだったコンピラに来てる若者はいたけどね、若者は例えば中国人とか観光客とか、
もちょっとお話したんだけども、相良直美です。これ知ってる人は昨日の夕飯見てました。なんかニコニコのやつだってさ、一言言い捨てていくよね。それが結構当たったりなんかするから面白いんだけど、今日も2000何本の人数がカウントされてるのでありがたいことですね。いつもゼロが丸が1個多いじゃない。アクセスができるようになったんですね。だって書き込みができないのがちょっとな、ニコニコがログインしないでもアクセスできるようになったのが大きいね。書き込みができないのがちょっと残念。そう、結局書き込みするにはね、あれだよね。まあでもそうしないとね、YouTube みたいなのあれやからね。 YouTube すごい言われちゃってるね。もうつくんだって。またセッティング、これセッティングするのがさ、よいしょ、ちょっと状態をこんな感じで配信してもらうと、この後ですね、岡山でふらふらと1時間50分過ごして、今日朝ね、なぜですうどん3杯食った。わかったー、さぬきコーチンか。まあまあね、普通のうどんじゃないですよ。ホテルにあるし、ちょっと軽めのね。この後、高知じゃねえ、間違った、岡山の駅を紹介しますよ。これゆっくりで出ることできるでしょ。大丈夫ね、終点だからね。ゆっくりです。ゆっくりでね、カサカサするのやでさ、チャカチャカチャカ先行っちゃうの盛りさせよね。あ、ゆでたてのとこね、もうね、ゆでたての前のやつ2つ食っちゃったんだよ。ゆでたてって人が聞いてきたもんで、お遍路の一人の人のお話は後でまたしますよ。ただ88箇所のお寺を歩いて回ってるだけっていう人がいるんです。何週もどこにこう寝泊まりしてるのか分かんないけど、バリバリの都内で働いてサラリーマンらしいですけどね、以前昔に。そういう人がいるんですよ。そのお部屋の方は僕は見えなかったんだけども、秘書は見たって言ったよね。2人ぐらいいたって言ったっけ。2人がいました。うん。お部屋の人たちは、お散歩の人たちとかに挨拶とか見ながら、仲間の、なんつかなんか、あるっていう人たちのあれがあるのかしらね。県に行くとね、全然違う感じなんだろうね。次四国だと何かというかなっていうのをした徳島か高知です、ね、徳島か高知狙いますので、はい、あと森先生が高野山の方に行きたいというふうに言ってました。ではね、この後ね、ゆっくりね、ゆっくり行きましょう。ゆっくり岡山の、駅に入っていきます。3219人の皆さんはどうもご視聴ありがとうございます。相良直美です。はい、買ってみただけで乾パンって見えちゃって。乾パン、まだ肩パンとか見えちゃって。また肩パンの話しますよ。秘書はまだ忘れられないで、いつまでも女と着れない男みたいな。違った違った。いつまでも男と着れない女みたいな。いつま
でも乾パンの話、マスクが本当に来てまで乾パン、今そう見えちゃっただけなんです多分ね、一緒ね乾パン買いまくるよそれほどうまかったんだろうな、乾パンじゃない、片パンですか、片パンというか、まあでもあ、いっち、あのね、本当お母さんあれ、あれですよ、あれ聞いてなかったらさ、やっぱね目に入ってなかったと思う、ゆっくりやってゆっくり、目に入ってなかったと思うんで、うん、あれは、あ、やばい、ラジオで差し込んじゃった、あ、素晴らしいの来てますね、すげえ、あの方すごい、見た今、見た、逆が行っちゃったか、はい、金色のシャツ着てたおっさん、あ、おへんろだ、あ、おへんろおじさん一番だな、あの三角がさ、あ、しまった、忘れた、あれこれお、お、出たとこにエレベーターがある。さすが。今乗ってきたのがこれ。南風です。ディーゼル車ですね。はい。それではさよなら南風。あ、金ちゃん。片パン気になるんですか、やっぱ秘書がそれだけ片パンの話しかしてねえやごめんなさい今日すごいよ、もう岡山、はい、岡山です、岡山です、岡山、これから1時間50分の時間を岡山で過ごしましょう、はい、皆さんで岡山を満喫しましょうって、どこ行くの、外出れんの、外出れる、これ荷物置けないかね、またここに来る、新幹線は別か、あ、新幹線別か、あ、向こうか、どうしようか、いや美味しいですよ、一旦出て、一旦出て、その外のところ、あの新幹線近くの、あー、オッケー、はい、一旦改札出ますね、改札出て、でロッカーに入れてちょっと回ろうかな、はい、おお、森先生、どうもどうも、帰りまたお会いしました、奥さんとはい、森先生今日雨なので、はい、まあ、外行けないんで、普段からもうどこでも行っちゃう、はい、先生ですけど、はい、こんな感じで今お会いしました、はい、じゃあ、で、え、あの今、あ、乗り換えの時間ですか、乗り換え、はい、帰り決めてないんで、あ、そうですか、で岡山、あ、岡山もう、もう、はい、もう行ったんだ、来る時に、はい、お昼の何？デミカツでも食おうか、え、何？何？何？あの、カツ丼のデミグラスソースかかってるやつ、へぇ、あれこれどうやってんの、こっちでしたらここで、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、向こうからこっちから一緒になっちゃった、回収されちゃって、あー、そうかそうか、なるほど、終わりなの、これ一貫の終わりなの、一貫の終わりえ、ここでもう回収されちゃって、また岡山から土浦まで買うしかない、はい、イッチが、イッチのお母さんは、はい、今います、あ、はいきびだんごは帰ります、はい、きびだんご、はい、デミカツっていうのは3人、はい、はい、あ、ごめん、ね、10月8日まで大丈夫です、え、10月8日まで岡山行って大丈夫です、10月8日までいられるの、すげえ、10月8日までいられるって、いや、時間関係あるんですかって言ったら、うん、いや、10月8日まで、10月8日までいられるのじゃあ、昼をどうしようかと思って、森先生がデミカツって、デミカツって美味し
しむかどうか分かんないですけど、カツ丼の卵だけじゃなくてデミグラスで、だからそれだけ食べるとちょっと味が単調で飽きるみたいなことは、あとは何ですか。あとは聞いたのはジャコ、ジャコなんだっけ、ジャコなんとかと聞いたけど、あれおでんみたいです。あれさっき食ったよな。でどこ行くの。あ、とりあえずじゃあ6回入れようかな。じゃあまたどっかで、はい、なんかいい情報あったらお願いします。どうもどうも、お疲れ様です。ありがとうございます。森先生ご夫妻が今、デミカツと言ってましたよ。重いです。デミカツだった。あれ何あれ、岡山城って。何ちゃんがこの前なんかすごくお家っぽいんだけど。はい、年受けさんの旅です。でもあんま時間ないんだよね。サワラ丼、サワラ丼、サワラ丼。え、で岡山駅徒歩5分です。じゃあこれあれしましょう、入れちゃいましょう。新幹線側に入れようか。そうですね、はい、新幹線はあっちだね。ちょっと今から新幹線はっつったのもうんと早い。今回はあの先生方にですね、いろいろなあの強力なアドバイスをしたんで、ショック受けた方もいると思います。でもやはりそれをちょっとね、いけない。コインロッカー、こういうところで。はいはい、あ、ある？あ、入ってありますね。後楽園口ってあって、コインロッカーが下にあります。下でいいよね。下でいいと思う。エスカレーターで。はい。はい、すみません、こんにちは。よいしょ。三原はこのすぐ近くなんだよね。そっちを見てバブヘの頭こついて帰りたいんだけど。よし、降りました。初めて岡山降りました。岡山と広島って仲悪いんですか。あの辺言ってましたよ、岡山対広島みたいな。岡山って桃太郎って出てくる、きびだんごって言ったね、小林先生ね。ああ、そっか。コインロッカーってどこにあるの。あった。これコインロッカーか、わかんない。これわかんない。これわかんない。コインロッカーってわからない。あのイメージがあるんだ。わかった人だけみたいな。ちょっとじゃあロッカー入れますね。ちょっと待ってください。はい。入れましょうか。あ、前なんかやったよね。まだ1時間半と考えて、うん、でかいね。これはすごくあれだね、良心的だね、これめちゃくちゃ良心的だね。これは持ってってもいいかな。どうだろう、いらねっちゅうね、コンピューターいらねっちゅうね。はい、コインロッカーがいとも簡単に見っかったんで、これなかなか見っかんないでさ、1時間50分の1時間ぐらい過ぎちゃってさ、聞く時間なくなってさ、あーとか言って帰ること多くないですか。コインロッカーが見つけられるの、これコインがない。
そうきたか。ちょっと待てよ、あとさ、お遍路のコインで使いすぎたんだよな。コインがない。コインロッカーあったんだけど、コインがない。ちょっと待って。あ、12円しかない。どうしよう、コインですか、センサーじゃない、入らない、100円しか。あ、そうそうそう、コインロッカー、あ、そうか、なんか買えば落ちてくるよ。コインロッカーあったのよ、コインがない。そう、食ったら思わなかった。12円しかない。あ、できる、え、スイカでできるんだったらスイカでやろうか、やろうか。荷物を入れる、違う、あ、スイカじゃねえよこれ。スイカ一定してくれてます。ちょっとやり直します。あ、じゃあいいです、お水どっちにしよう、どっちにしようか。きびだんご買います。きびだんご売ってるから、きびだんご買っちゃえ。そこでちょうどお金がないときにきびだんご、これいい、くで、うまくできてる、ね、うまくできてる、ね、きびだんご買っちゃいますか。きびだんごってあれだよね、揚げるやつ、ね、きびき、あ、あ、このきびだんごうまそう。種類ありますよ、食べてみて。これとこれ違うのじゃないの。あ、これこれきびだんご試食、試食。あ、きびだんごってさ、何やかんやあんま食べたこと、これもし食べちゃったら鬼のせいまでいかなきゃダメ。聞いてね。キビ試食。これとこれどう違うんですか。同じであんが入ってるんじゃないですか。こちらあんなし。あんこはこれ。これはきな粉だけ。ああ、じゃそういうことだよね。きな粉だけ。あ、これでした。うまいわ。なんか岡山のサワラ料理が。サワラ料理ってさっき、あの、サワラ、サワラ、はい、サワラ食ったよ。出ました、サワラ、あの、ほら、昨日も出たじゃないかよ。あ、サワラですか。え、あの、どうだろう、昨日の、あの、いやいや、そうじゃない、あの、天ぷらと、今、まあいいか、あとは何を買ってきます、買います。あ、きびだんご、はい、はい、きびだんご200円で、で、コインロッカーの、あの、払い店で、はい、細かくください。これコインロッカーがあったんだけどコインがない。頼むよ。あと9割以上のお客様が、ん、総長は何、客が県外から来るらしいですけど、9割が高っ。サワラ丼、食べよう。はい、検査やってください。え、総長は何時の新幹線にて乗車か。今から1時間半ぐらい前、さっきは1時間半ぐらい過ぎましたが、きびだんごじゃなくて、サワラ丼っていうのを食ってみようかな。岡山に来たらマジか、あれやら大丈夫やろ、ちょっとあるからね。なんだ、何、なんか入んないですこれ。え、トラブル発生。ほら、またほら、コインロッカーで1時間ってマジかもしれない。お金がトラブった。どうなっちゃってんだこれ。これで入れます、突っ込んで大丈夫。どういうことですか。ちょっと一回見てください。帰らないっていうのはどういうこと。あと100円、これ100円、うん、あと100円。あれれれれ、これどうしたもんかね。おっしゃった方がいいのか、ペンチないか。これちょっと電話してみます。うん、いや、やばい、本当にこれ時間かかるかもしれない。マジか、この100円が最後入らない。硬い。押します、押さない方がいいですか。どうだろうね、押しちゃった方がいいのか。え、でも硬いよこれ、かなり押すのか引っ張るのか。
したらもう50分経ちます。やばいなこれ。最後の1枚ってことですごいなこれ。最後の1枚が入らない、引っかかっちゃってるのかな。硬い。あ、取れた取れた、いけるか。あー、入れ方がちょっと斜めだったか。はい、OK です。よかった、サワラともつながりました。さっき買ってくれた。はい、行きましょう。で、何サワラ丼。なんか今一瞬、はい、あのしまった上着、上着上着って入れちゃいました。あれ秘書持ってる。秘書、俺の上着持ってないよね。いやー入れちゃった上着入れちゃったまあいいや、ちょっと寒い上着入れちゃった。歩いて5分、もう3分ぐらい、3分ぐらい。はい、じゃあサワラ丼っていうのを食ってみましょうね。あ、岡山の町、岡山の町か、岡山駅東口、写真撮るか。岡山ステーションってあそこでキレイな斜めに入ってたよね。はい、というわけで皆さん応援ありがとうございました。100円玉をやはり何でも流れ、そこは渡りたいですけど、どこ、ええ、そこは渡るの。こんな、あそこ行きましょう。こんな、え、なんか今ケンセンスが見つけたよ。こういうのから鍵誰持ってんの。OK。 さあ森先生は何食ってるんでしょうか。エビかって、あれなんだっけ、岡山という、皆さん岡山って、わ、岡山の噴水、わあ寒いな、しぶきが来るよ岡山イコール桃太郎なの。あ、桃が商店街に上に桃がえ、何買ってくる。じゃこ天、じゃこ天買って帰るもんなのね。OK、 ね、桃に足が生えてんのがお茶目だね。足じゃないの。あ、葉っぱが下にあるのか。そっか、あ、そういうことか。だってキャラクターだからなんかこう動くのかと。そうだね、雨降ってたらちょっと大変だったけど、もうここはあれだね、岡山空港から東京へ飛ぼう。あれ、路面電車あるの。路面電車あります。へえ、まだ路面電車走ってるの。広島走ってます。広島。いや、高知は、あ、本当だ。へえ、路面電車あるのいいね。うん、道のど真ん中走ってるわけではない。
しようと思って。桃太郎の音楽になってます。ありがとうよ。ありがとう。何？はい、もうなんで道あのお店知ってるってこと？いや、パッと調べた。パッと調べたのね。店をパッと調べて。現代人の。え、ジャコじゃなくて、岡山に来たら、このブーブーラーメンなんですよ。このブーブーラーメン、嘘です。そうじゃなくて、ここすごいあれ、ここ、あ、これ、いやいい感じ、あ、いいね、あ、これは、さあ行きましょう。何をおすすめなの？行こうか。いいやな、これは竹浜、はい、こんにちは。狭いですけど、いやいや、ちょっとこっちそうかな、はい、はい、よいしょ。さあ、竹浜さんに来ました。おすすめは何？お客様、さわら丼でよろしいですか？はい、そういう風潮です。メニューがたくさんあるんですけど、でもサワラ丼でよろしいですか？サワラ丼が美味しい。なんかサワラ丼らしいでしょうね。うん。はいよ、荷物入って。いいですね。うん。確かにサワラ丼出てきました。サワラ丼って聞こえます？これでサワラ丼ってなんだか。12時2分だからまだ空いてるね。ちょっと森先生とか全体に自慢しようと思ってます。これ食ってみる。デミグラのカツとか言ってない。デミグラカツとか言ってないね。サラダも食えないよ。いい感じ。岡山に来たらここでしょ。どれどれどれ。これは。あ、確かに、だってメニューがたくさんあるのに、サワラどんでいいですかってことでおすすめなんですよね、きっとね。そうだね。はい、サワラくんお待たせし。できた。早いかできた。すぐ行けますか。よそからいらっしゃった。はい、茨城から。茨城からの方がいいところ、はい、ありがとうございます。けんな、今日雨降って台風が来よんよ、岡山ね、ギリギリ今日帰る時なんですけど、ね、あ、よかった。3日前に来て、四国行って、こちらに寄って。四国よかったでしょう、はい、おうどん食べた。あ、食べました。ね、こっち大変だね。うん、ね、チェックインですね。これ見えてんのかな。皆さん見えてます？見えたらちょっとコメントください。お願いします。困ってる感じがするんだよね。大丈夫かな。これ老舗でね、かなりね。そうです。サワラ丼の写真あっていいんだけど。あ、大丈夫だね、くんね、ありがとう。昭和35年。あー、早朝で1個上。昭和35年。名物メニュー、サワラ丼を食べるだけでも岡山に来るべき。あー、マジか。
昭和35年創業。いや、うん、大丈夫。創業、名物、名物、サワラ丼を食うだけでも、サワラ丼を食べるためだけでも、岡山に来るべき。そうなんです。食べるだけにでも、岡山に来るべきと。だそうです。店入ったら触らせるんでよろしいでしょうかって言うのはね、すごいバーって検索かけて全部人間絞り込みかけてる。そうデータの絞り込みは得意なんで多分いいんですかと。メニューはもう決まってサワラ丼を作り、でもちょうど時間的に、うんうん、はい、はい、どうぞ。そうだと1日なんです、うん、昨日天ぷらで、はい、聞いた時触らなくて聞いたの1日目か、さあ楽しみですよかったコインロッカーで終わるかと思ってあの時はコインロッカー時間かかると思いましたよねコインロッカーはありました順調。金がありません。きびだんごで崩しました。金を入れたらつっかいちゃって、つっかくっていうのはあのあかかっちゃってコインがない時にあと100円この声がいいね。トラブルってつきものですよね。でもいつもトラブルなんだよね、要するに結果的にこのさ、このなんかサイズ感がいいよね、昭和のサイズ感がね。もう満席、うん、あと、うん、もう満席です。4、3、2、後ろに2、これ、ボックス2つ、はい、ボックス2つ、あれは荷物置きです。はい、今日はあのお昼何、早朝お昼何時ですかって聞く前に決まっちゃったね。あのもしかしてこの3日間でお昼をこの時間にお昼の時間に食べるの初めてかもしれない。初めてだ。昨日は3時半でしょ。その前はついてから3時でしょ。
てあるのとかもね、わけが分かんなくなったらちょっともう、パニックですよ。サワラドンって聞いたことないよね。聞いたことないよね。オリジナル。それとここって有名なのか。結構ウォーじゃないから。それでもうすぐ聞くんだ、うん、なるほどね。ヒールだけ見たいな。はい、ごめんなさい。仕事が忙しい中ですが、新幹線がもうすぐできるからね。おじいさんばかり来るんだろう。山が、だって山の中がその観光の はい、こういう店はね、乾杯してますよ。ここが止まりますね。クラウンはいつも人気だから、うん、絶対そこでもう売り切れちゃう。誘ってるからな。着てる人みたいな、かわいいな。買っちゃったり、それだけ眺めてみたいな。いいな。でも松の方は出てない。出てて、なんか気づいた頃に瞬殺になってる。そうなんですよ。だいたい昼ぐらいとか、なんか、ね、ですよ。仕事終わった頃にはなんか、ちょっと待ってな、それ振り切れたんだよ。出てる、あ、振り切れたんだよ。私もなんか、そう、仕事終わってからなんか気づいて、うん、ですよ。そんな、こんな実質が出てるのっていう、みたいな感じで。そう、誰かに頼める。まだ5分みたいなね。もうね、どこですか。なんか、ああ、そう、大型だって言うからね、怖いですね。こういうとこやって打つから、こうやって。これはやばいな。5つできた。はい、多分そこで乾杯しちゃったから、再発してくれるかっていう感じ。前回ながら。頑張ればいけるよ。今、24号だって。今、24号。そうだ。2分の1ずつにしてね、はい、2分の1食べて2分の1残ってください、はい、残ったものにお出しかけて、うん、これをお茶漬けて食べていただき、うん、それは私とこの方でございます。よろしくお願いします。来た来た来た。半分ずつにしてね、うん、あの真ん中から全員半分行った方がいい。わざとね、半分残して、残して、最後にお出汁を入れて、いただく。お茶漬け、サラサラになる。長谷園のように食べる。ありますか？写真撮って。半分で線引いて。見えるかな？すごい。そうですよ、これ。そうですよ、これ。いただきます。いただきます。
かな。線引いた？線今引いてます。いいです。半分の。うん。うまい。この味が汁は何とも言えねえなこれ。ごめんなさいだけど、うん、でもこれは完全に、うん、まあ、うどん食ってきてるんで、まあね、その惰性で、うん、大丈夫ですよ。大丈夫なの？っていうかね、ラット食ってあります。いやこれこの味がなんと見えないんだよこれ。この味あのタレ、うんうんうん、皿の食感に。基本醤油ベースよね、うん、うまい、好きな味、うん、あ、ごめん、うん、ごめん、もう助かろうか、おばさんが、うん、助かるよ。あ、この上に落ちてくれない、このイメージは。はい、預けすんの。あ、入れてくれるんだ。スープね。半分にして。つけてあるせいかこうねっとりとしてるんですよね、うんうん、あのサラサラこう崩れてこないよね、うん、そう、あ、それが美味しいのか、うん、美味しい。よしこんにちは。はいはい。雨降らんよ。うん。うん。頼むか。いやいいね。うん。こんばんは。暗いから、家の車庫に入れといたら誰もおらんのに駐車場代がいるがバカバカしいが。この半分はお茶漬けにしていく、うん、楽しみですね。うんうん、エスコンでこんばんは、うんうん、今香川にいます。あ、ちょっと間違った、うん、岡山だ、岡山に来た。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 岡山これ右側のお客さんね。うん。あっという間に。ボックス2つと。今。
13だ、13。はい。だし汁をいただきまして。はい、このままな、こう向いてこう。はい、どうぞ、お待たせしました。はい、いただきます。はい。サイドいただきます。半分こうやって。みんな満点喜んでくれた。なんでこんなびしょびしょになった。はい、どうぞ、すみません。はい、これお嬢さん、ありがとうございます。今度は崩してね、よく混ぜてください。あ、混ぜるの、よく混ぜないとね、このお刺身を下に入れるようにして、うん、お刺身がね、白くなるんです。はいはい、そしたらいいお味が出ますから。あ、お嬢さんも食べるか。ちょっとお嬢さん、2回こちらして。はい、お、なんかすごい、これはちょっといいね、こうやって2回食える、うん、二度おいしい。どれどれ、うん、ご飯やろ、うまい。こんなうまいお茶さん食っとこねえよ、はい、めっちゃうまいんだけど。お刺身はこう火が通るんです。うん、刺身に火が通って白くなって、刺身を中に入れるようにして白くなりますから、よく混ぜてください。ご飯よく。むずそうな、完全に江戸時代です。おいしい。半分、あれ、これ出してないよな、俺な。このスープがうまい。スープがうまい。どうやって作るの？豆食べて、それは足に、その食べて、だしを入れてもらう。このサワラがさ、お湯でね、スープで出来上がる。これを混ぜてくる、それはもう。このスープが美味しいね。うん、スープがね。先生がそれを知りませんでした。もう食べちゃいました。私たちもさっきですよね、うん、食えないから。食えるなるわけだな。本物は食えねえな。いやすごい。私お昼食べれないなと思ってたんですけど、しかもどんどんは。どうもね。さっき朝食食べたばっかりな感じがして。はい。食べちゃう。
これね、まあ、真ん中の繊維をね、半分召し上がって半分残してるんだ。本当に本当の冗談じゃねえんだな。本当に繊維で残すんだわこれ、うん、なんか食べれちゃいます、ね、素直にやったからさ、うん、また食べれちゃう。うまい。チャンスだよこれ。これ冗談で長谷にのお茶漬けですよ。長谷のとこじゃねえよ。どういう検索かけたの？岡山。岡山駅前。昼。誰の指定しないでな。全部バーって一瞬で見て。うん、ここだ。いろいろ出てくるね。ストラテジーって大事です。絞り込み。絞り込み。調べたらコインが詰まった。あ、それをやってた時コイン詰まった。斜めに出ちゃったな。まあだからまあよかったっちゃわ。なんかこう上品な自然の味で作った感じじゃないよね。なんとも言えない。素晴らしかった。いや、な、洋介何？でも分かんない。サワラ丼だって。サワラってなんだか分かんないだろ。絶対行ったら食べに行きます。岡山通りかかった時は駅すぐです。うん、歩いてすぐ3分間、うん、さっき見たでしょ、東口、東口、あの岡山城が、違う、後楽園か、同じだな、うん、あったかいおば、あのお母さんが、これ。魚が白くなったら、うん、また年の茶漬け定番フレームだった。なるほどね。でここのお客さんの9割がね、外から来る人たちです。だから中にいる人たちあんまり気にしないんだろうな。外から来る人って多分中にいる人たちは家出る分、そうなんだろうな。でも味はちょっとね、やっぱ上品なやつが素材そのまま食ってるっていうか。2人とも1,500円じゃない。時々500円もらってからにお釣りするから。美味しかった。時間は1時半、1時20。大丈夫です、余裕です。あとはもうどうもありがとうございました。お待ちどうです。本当にそう、もうずっとやった。昭和、創業35年、昭和35年。いい感じですね。長田屋の家。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。うん、ナイス選択でしたね、これね。何、サワラだね、昨日食ったじゃんみたいな感じで、サワラだけ聞くとね、これが全体サワラ丼っていう
ね、一つのこのきちんと作品として見たらまずどんと聞いたって食べれないんじゃないかな、ね、半分で背引くから、これすごいわ、なんか、うん、あ、石戸様クッキングで再現してほしいって、これね難しいけど、そう簡単にはいかない、1960年くらいと、うん、もどきだったらできる、1960もどきのもどき、もどき、うん、じゃあ味よく覚えておいて、はいはい、最初のソウルドンカン、まあ、味違うからね、でもそのお出汁もサワラの骨とかサワラのそのあれでできてるよね、全体的にサワラの感じがする、サワラの味ってあんま濃くな強力じゃないから分かんない、それは今一生懸命検証中、なぜかというとカツオの出汁じゃないんだよね、カツオの出汁の味がしないから、でもお魚の味だから、うん、サワラの出汁取ってんじゃないかなって分かんないですよ、それは分かんないけど、そうです、分かんないけどカツオの出汁ではない、うん、昆布の出汁でもない、うんうん、これあの最初に食べたやつと、ま、比べることできないけども、うん、どっちが好き、お茶漬けと丼、うん、どっちも好き、その変化好きですね、うんうん、言えないな、全部まとめて、これ失敗したあ、たくん森先生がサワラ丼食べたかったって、森先生は何だっけ、なんとかデミグラエビ、さっき言ったよね、デミグラデミカツって、デミカツだ、デミカツ、薄井先生どこ行ってんのこれ、完全に江戸時代です、ちょうどいい感じですね、いい感じだね、1時間で短いんで、テロテロとちょこれあれ、
ごちそうさま、美味しかったです。ごちそうさま。あ、燃えてきた。いやびっくりしました。お店と取りました。ちょっとじゃあ入って。はい。あ、ちょうど余ってたね、今ね。行きましょう。ぐるーっと回っていくしかない。もうなんか下から行けそうな感じだよね。そんな感じもするよね。こういうところ行けるよね。じゃあ見てみようか。エスカレーターついてるね。あ、これ行けそうだな。待って、あ、岡山駅って書いてある。ごちそうさまでした。いや、岡山来たらこれっていうぐらいのね、9割の方が県外で、さっきいたサラリーマンの方は富山だって言ってましたね。富山大学って書いてありました。富山大学大学もうあのあ、中国人の方が何とかって言ったから、じゃあなんかその空関係の富山大の職員さんみたいな感じかな。うん、今地下に降りてきました。雨が降ってきたので地下道を、はい、見えてますかね。見えてるかな。お昼時であんまり人いない。岡山は途中だからパーって行っちゃうでしょ。はい、なんで、うん、あと50分あるんですけど、うん、まあ、10分前に行くとして、うん、40分前、はいはい、あ、なるほど、そう入ってるのね。あと手洗い、トイレ、トイレ行きたい。じゃあ行ってきましょう。ちょっとトイレ行ってきますね。いきなりステーキ。え、並んでる？あ、これ、これいきなりステーキです。いきなりステーキ。いきなりステーキ。あれ、学生までいるよ。学生までいるよ。トマトラーメン。トマコ。あれ、こっち側？まだかよ。まだかよ。いきなりステーキ。次にまだかよサラダという言葉があるそうです。あ、こうしたいっぱいいますね、今日はね。カルディが今ありますね。カルディ、え、どこ行っちゃったの？これあれ、あれ、あれ、あ、どこへ、え、登るの？あ、ここ行きます。お待たせしました。見えてますか？よかった。あそこなかったからさ。あの一つのところで手洗えるの、こうやってずらしていくだけでいいの。あれいいよね。いいっす。行きましょう。じゃあ。駅の方向かおうか。でもこんなとこにいてもしょうがないんで、つまらない。いきなりステーキ。はい。ですね。ずっと変わらない。
変わんないね。いやでもさっきのとこはすごかったね。あの席のこっち、そこになんかあるね。これかな。あ、これ書いてある。あ、そうです。はいはい。さっきのところは知らないと入るのに勇気がいりますね。でもあのあれだよね、ちょっとやっぱりその雰囲気があったよね。入り口に電気なんかついてねえの。あ、今見えた？携帯乗りました。あれ？もし、あれ？見えた？あれ、今まで見えてなかったの？見えたよね。大事ですよね。あ、大事だよね。イキリステーキのコメントがあるからね。大事ですね。はい。コメント止まってましたね、今。はい、じゃあ岡山の、駅の方にデパ地下から回っております。はい、いやー最後の最後に圭先生の検索の検索順です。絞りのストラテジーを元にした目付け絞り込み検索能力みたいな。あ、ぜひね、食べてみるといいかもしれません。岡山駅から、ね、徒歩3分から5分ですから、竹浜ね、竹浜さんです。そうなんだよ、チェーン店じゃないか。でもね、さっき最後ね、食べてたけど、うちは出汁が命だからみたいな、全部の出汁飲みましょう、ね、生命だからね、生命。あ、来た、ここだ。もう出しちゃうの？まだいい。はい、じゃあこれ締め出していいの？はい、じゃあ、はい、ここはどうしようか。ここは何だろう、同じようなもんだね。どういう中入っちゃう、中でなんか見たいんだね。はい、見えたね。はい、じゃあ戻ってきたので、さっきの時皆さん お店の中で静かだったんですけど、見てたんですか、ちゃんと。あれ一番見てほしかったんだけど、あれ 見てたんですか、皆さん。あのサワラ丼、サワラ丼ちゃんと見たんですか。何もないね。まあ、こういうとこは何もないんだよね。きなこ、こんにちは。さっきのやつ写真出せるかな。あんまりね、チェーン店とかは見たくない。同じだもんね、うん、でその割にはなんかホテルでなんかわざわざこっち来て、そんな、まあ、言ってるよと違うんじゃないの。何ですか。あ、わざわざこっちに来て、なんだっけ、岡山に来て、ほら言ってたよ、岡山に来て、岡山、ここ、あ、岡山、間違った、香川に来て、うん、ハムエッグじゃなくて、それはそのシェフの手作りです。別にどこだって一緒や。冷凍のものをチンするのは嫌なんです。あとカレーとか、あれはお土産に売ってる。あ、ほら言ってることがあってないの。じゃそのシェフのものが食べたい。見てたね。はい、冷凍は嫌なの。サンマさばきな、さばいたのって金ちゃん。すごい。しっかり見てました。はい、じゃあもう出して行く？行くかな？秘書が見てるもの見せようか。なんかこういう。エビ飯って。エビ飯。茶色いのかなと思って見てた。あ、これだ、デミカツ丼。森先生が言ってた。カツ丼にはデミグラ。どうも。エビ飯なんですけど、岡山名物って書いてある。キンちゃん言ってよ、ほら。まだオムレツ削ってますよ。違う、この岡山名物のエビ飯ってなんでこんなに黒い。これ黒いね。黒いのかな。多分デミグラだよね。これもまたデミグラでしょ、きっと。デミグラって岡山なんですか。どうなんだか分かんないけど。これ
デミグラっぽいよね。いやまずそう、味が濃くて森先生聞いてみようとから。いやお店ってそんな牢の外やん。じゃあもう1時何分だっけ。1時28分半です。本当にいいんですけど、フラフラすとこないんだよねここね、はい、本当にいいんですけどね。取り消しは効かないんですよ。はい、分かってるよ。取り消しは効かない。今度開かないでしょ。来ました。ちょっと待ちくださいね。ん？いやもう今更もう駅の中入ったら切れない。良心的だ。こっちから2階に入って、はい、では行きたいと思います。ちょっと雨が降ってきましたよ。あ、もしかしてこれ岡山は、あ、岡山左側だ。疲れた。岡山左側でした。はい、関東と同じ岡山左。面白いよね。名古屋バラバラ、大阪右みたいな。どっから来るんでしょうねこれね。なんでもないんだよね。新幹線行っちゃうんですか。あと30分以上ぐらいあるよ。入っちゃう。新幹線の、あ、それね、新幹線のお土産売り場24号。ああ、旅行中止です。旅行中止の人がいるんだな。ああ、24号の駅で旅行中止される場合はということですね。はい、まずやっちゃったらいいんじゃない。間違いなくガキーンと溜まっちゃったらやだ。2枚重ねて入れる。え、2枚重ねて自動回収。大丈夫。2枚入れるね。はい、岡山駅弁、岡山駅弁。な、どれ、どれ、まだ出てない、まだ先なので出てないみたいな。おいていいよ、見てきて。はい、しょうがない。え？見るか、じゃあ見るか。じゃあちょっとこれ見ててもらうか。はい、あ、なんかあるんだね。
あそこ見る？じゃあ、ま、そっち入っちゃう？待合無線LANコーナー、エビ飯。あ、やっぱ、あ、さっき岡山ご当地メニューだね、エビ飯。そうそうそう、エビ飯とデミカツ丼。開いて、なんかいまいち開いてなくない？ほら、ポロポロと、ここだけなの開いてるの。何ですか？お前向きか。いらないですよね、特に。マジか、間に合わせもらった。充電じゃなくてパソコン出すの間に、あと5分で来なかった。あと5分、マジ？うわ、よかったよかった。きついかもしれないね、この感覚だと。あれがしっかりしてる。もうそんなに配信ないんで。よいしょ。あと5分か。よいしょ。間に合うか。まだ。ここに無線LANがある？あると。あそこは開けました。この無線LANのパスワード入れない？パスワードつけて、あ、これか。フリーWi-Fi。つながんねえな、なかなか。みんな使う。なんだか。うわ、つながんないし。しょうがない、自分の、今頃つき、めんどくさい、JR の分。うわ、めんどくせえことするな。Facebook、あれを出せとかさ。間に合わないかもしれないね。5分か。2分切っちゃうともうダメだよ。もう自動延長になってないの？自動延長になって、あ、2分切った今。自動延長聞きました。え？自動延長中。大丈夫ですね。はい。これずっと自動で言ってくれるかな。ギリセーフです。ちょっと。あれ？だから自動延長中だから30分とかないんだよ。30分30分でいるんだよね。大丈夫でしょう。はい、はい、ありがとうございました。
古墳が長いから。そう。戻ったね、金髪ね。じゃあ、あれ見に来る、はい、今のちょっとこれどうしようかな、ちょっと見に行かないちょっとじゃあレポートするか、はい、じゃあ、警察に荷物いい、はい、よし、じゃあ、秘書が買い物っていうので桐子さん、お土産コーナーとかでみんな騒いでる、好きなんだねはい、きびだんご、あ、テンション上がるんだやっぱな、あ、あ、やっぱちょっと土地感が出てますね、桃が、はい、うん、エビ飯のタレ、え、ってことはドミデミグラじゃないんだ、何が入ってる、うん、カラメルエキスとか増年代とかあれですよね、パッと見あの焼きそばのソースのような、あ、そうだね、うん、そこで何売ってるの、スタバはなくても砂場はある、あ、うまい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 、スタバはなくても砂場はある、うまいね、カフェ、カフェショコラ、ショコラクランチ、なんで砂場なの、サインだから、サインだからだ、あ、うん、砂場がある砂丘とか、それあれか、あ、ボール凍ってんじゃん、かまぼこ、かまぼこ、はい、どうぞ、紹介してくれないと分かんないから、あら、なんか お菓子もちょっと違うじゃん、あ、瀬戸内レモン塩チップ、うん、あら、さっきのお茶漬けが中国四国限定広島な、これ、もみじまんじゅうの生がありました、これ、あ、来るとき宣伝あったね、生もみじ、生って、生もみじって何が生なんだか、ちょっとじゃあよし買ってきましょう、はい、どうぞ、何が生なんだろう、だからそのあれを疑問を解くチャンスじゃないと、しかも1個で、うんうんうん、島崎さんから箱でもらうことになっちゃうそうしないとだから今のうち1個で買ってはい、どれ最初に、どれでもいいや、え、待って、もみじと串と、え、あの、僕は食べるとしたら基本的なものがいいです、基本的なのは腰ですよね、腰、はい、はい、はい、腰を何番目に、1、2、3、4、はい、あ、そうです、4番目ですよ、はい、いきます、おえ、岡山晴れドラ、やっぱ 生もみじまんじゅうは興味あるって言ってるよ、生もみじって言ったらちょっと待って、何が生なんだよ、考えてみると、もみじが生なのか、どういうことだ、時間ってどれくらい、大丈夫、いっぱいある、20-30分あるから、あ、ごめんなさい、白桃1300円の岡山、
岡山の白桃。何個入ってる？特産品。さすがだ。白桃シラップ漬け。はい。え、何これ、尾道鹿肉のワイン、尾道ラーメン。岡山にものラーメンはこれ、何何、鹿肉のワインに、なんかそれ岡山なの、あの、いや、そう岡山だね、鹿肉ってなんだっけ、なんかエリメシが今日、うん、そうだね、岡山超濃厚。ここら辺はみんなあれだね、ラーメンになってるね。ああ。ふりかけ七味。七味をふりかけにしたの？え、柿の燻製だってこれ。え？広島の牡蠣有名ですけど、岡山の牡蠣ですか？だって広島も隣、岡山も隣だから、別に同じでしょ。これは、ああ、ママカリのアヒージョ。アヒージョってなんだっけ？オリーブオイルで漬けた、バゲットなんかに漬けるのね。ママニャカウダー、ママニャカウダー、バーナ、バーニャカウダーのママニャ、うどん醤油、柿の燻製よね、なんでしょうね、あの柿の燻製って言って趣味ったら、あのあんまり興味ないんですね、興味ないから買えないですね、これきっとね。トマトポン酢、はい、サキイカ、はい、あ、これかジャコテン、ジャコテン買ってみろって言ったよ、だってだからあのもみ生、じゃこ天一個、うん、もこさん買って言ってたよ、食べてくださいって。これ何、練り物って何、じゃこ天、じゃあ一つ買っていこうか、新幹線の最後の頃はもう秘書は腹ペコペコですから腹ペコペコで、5枚入りって書いてある、5枚、中に5枚入り、え、どういうこと、天って何、まあ、天ぷら、どうしようこれ、あめっちゃ、でもこれはさ、うん、なんていうの、加工品だから、あの練り物もそうだけども、おでんもそうだしさ、まあ、同じだよ、全部そうなんですね、それを食うかどうか、3等分すれば1/3、さあせっかくだから、先生のチレモン味加点、はい、どうします、どれ、え、濃厚かき風味、薄揚げ仕立て、見ますか、そのまま食べたいですよ、はい、はい、これ何、練り物、練り物の方がすごいんじゃない、もしかして、ほらほら、強力じゃん、うん、赤102とか黄色とか、うん、練り物がすごい、ジャコテンがいい、うん、まだジャコテンはマシ、あ、これ朝ね、ホテルで出てましたよね、え、切って、かまぼこ、あー、これか、うん、あで、かまぼこもあれなのかな、ここの名産なのかな、ジャコ飯、レンコンも出てたよね、レンコンもいっぱいあったよね、
レンコンは霞ヶ浦、あの土浦と熊本ぐらいじゃないの。ここ瀬戸内珍味というところです。ママカリ、ま、なんですか。あ、これがママカリ、ママカリ、すすき、あ、あ、あれか、魚のね、これわさびで食べるから、ママカリ、これママカリの浜焼き、いっぱいあるね、ママカリ、ママカリの燻製、セーフオイル漬け、これ、燻製フ、これかな、小魚、いろんな分かれありますね。かき飯、たこ飯、ゆずしいたけ、桃太郎くんりんって、ん？ゆべし？田舎ようかん？え、どういうこと？あー、お城ね、くるみや全く添加物じゃない、まあ、砂糖は入ってますけど、寒天と小豆と寒天だけ、うん、くるみや、これあのパッケージがいいね、パッケージ、え、約1週間かけて練り上げたみたいね、これ手間かかりますよ、ねえ、1週間かかる、中は固めで、うん、え、外は固めで中はしっとりしていますから、つぶやきが入ってます、ね、買いますか、ゆべし、前もやってないから、じゃあこれを、あれしよう、視聴者プレゼントね、じゃあ視聴者プレゼントする、絶対やってなくない、やってない、視聴者プレゼント、あれどこ行っちゃったっけ、プレゼント、にゃんこの本そのままになってる、え、その後、その後何やったっけ、やってない、じゃあとりあえずいいや、視聴者プレゼント今度、別にね、やら食っちゃってるわけじゃないんで、あるんだけど、それなかなかやんないんだよ。やってないですね。その久しぶりです、クッキングが再開してるから、その時でも、うん、はい、行きましょう。じゃあ視聴者プレゼント。これだったら瓶は送りづらいんだけど、これだったら送りやすい。ああ、レターパックで送れるね。1週間も寝るなんてすごくないですか。そうそうそう。めっちゃ久しぶり。じゃあこれ。はい。これ視聴者プレゼント。真ん中変化、パチパチパチ、みんな喜んでる、いや、これすごいよ、ね、はい、これまず2個だけ、はい、常温で大丈夫なやつがいいですよね、はい、こっちはお菓子っぽい、ごめん、まこっち、こっち饅頭だね、ちょっと切れましたね、ちょっと切れました、はい、これ瓦せんべい、瓦せんべいでホテルで食べたんですけど、これ美味しかった、え、なんか違うね、そうなの、何これ、色がね、わかる、ちょっと焦げてる感じがする、これね、瓦
せんべいでも美味しい。あ、俺食わなかったやつだな。そう、へえ。これだと小川原っていうのもあるし、これ送りやすい。はい、じゃこれも、これも視聴者プレゼント、うん、はい、中の方がいい。本当にやるんですか。いいんですか、そんなに買っといてやんないで全部食っちゃうんじゃないの。はい、これやっぱり送りやすい方がいいな。これ面白いんですか、これおうどん。うどん、これうどんのあれさ、何個買ったんですか。送りにくいじゃん、ほらこんな分厚くて送りにくいじゃん。それはどうするの、うん、オリーブラーメンって何。オリーブラーメン、オリーどこにある、ブルブルブル、何オリーブラーメン、これオリーブラーメン、何オリーブラーメン、オリーブオイルを練り込みましたって、塩酢、え、ラーメンのやつにオリーブオイルを練り込んだの、うん、でそれがどうなの、なんかそれってすごいこと、あのあれですよ、あのあれそうめんって油練り込んでるし、ああ、そうです、その油の油をオリーブオイルにしたんじゃないですか、うん、ああ体にいいってことか、なるほど、油、そうめんとかね、冷や麦とかの油すごい練り込んでるからオリーブにしたってこと、ルミばあちゃん、このこれがルミばあちゃんです。おうどん、おうどんだと送りやすいかな、さぬきうどん、うん、でここでこれちょっとさぬきの話じゃん、大きすぎてちょっとね、醤油豆、これも食った、美味しかった、醤油豆ね、ルミばあちゃんだ、これ。もう覚えた。これは生じゃないですよ。さぬきに伝わるお惣菜。なんでさぬきで買うの、ここで。じゃあこれも。きびだんごだ、こんな美味しかったのかな、きびだんごな、桃太郎、桃太郎一食です。じゃあ全部 OK ぐらいで戻っていいですか、いいですか、じゃあよろしくお願いします。というわけで、今はい、お店ですね。はい、視聴者ですね、全部ね。あれ視聴者ですね、全部ね。というわけでちょっと戻ってましょうか。きびだんご、はい、美味しかった。さっき試食したんだけど。何時だっけ、もうそろそろ、もうそろそろ、ん、あと9分、もう行こうか、じゃああと9分、はい、じゃあ持ってこうか、向こうまで。今買ってんだけども、ん、あ、さっきので、8切れそう、じゃあちょっと準備しようか。言うよ。090。だんだん。これでかかってる。それから95。朝と昼いっぱい食うから。74。大変なことになる。
乗りますね。あ、もう来るんだ。それで。来たし、今もう行かなきゃなんない。来たしです。あの、いい。いいです。はいはい。はい、楽しみにしてくださいね。どこ行っちゃったの？ん？奥なんだな。そこエスカレーターだ。エレベーター奥だ。レジが長す、あのレジがですね遅すぎてあと2分になっちゃいました。間に合うかギリギリです。あと2分、あと2分。はい。大丈夫かな。今エレベーターが。あと1分。まだ？行かれちゃうよ。あ？そしたら。わかんない。ちょっと。ちょっと。ちょっと言ってくれ。よいしょ、間に合わないよ。間に合わないよ。大丈夫かよ。もうダメ。ダメ？30秒。チェキチェキ、行こう行こう。なんでそう遅いんだ。大丈夫か。
危ねえ危ねえ、え、危なかった。何号車？15号車。危なかった、ギリギリですね。はい、勘弁して、ちょっと持ってて。今すごかった、エレベーターに。ネジが長いんだ。ネジが長くてずっと待ってたんです。これはちょっと逃せないんだよね。ずっと待ってた。いやギリギリでした。みんな騒いで。ここまでギリギリ初めて。初めてだって。あと3分。3分じゃない、30秒だね。30秒で乗り遅れてましたね。いや飛び乗ったね。